しますか。はい、皆さんこんにちは、トリプル G です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今シーズンも始まりました。始まりましたね、開幕戦。皆さん盛り上がってますか。今シーズンも皆さん一緒に応援していきましょう。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、トリプル G 新メンバーのアリサです。お願いします。お願いします。まさか自分がトリプル G として活動させていただけるとは思っていなかったので、こうして皆さんの前に立つのもちょっと緊張してるんですけど、こう今期はですね、面白さを武器に、そしてトーク力を武器に皆さんとたくさん関わっていきたいと思います。そして、食べることが大好きなので、皆さんちょっとこうなんかちらほら食べてる方いらっしゃるんですけど、すごい食べたくなっちゃうので、私に隠れて食べていただきたいんですけどそんな感じで私もたくさん食べて、そして FC 岐阜を応援していきたいと思います。そして今期トリプル G の応援もぜひよろしくお願いします。皆さんはじめまして、ロッキシンメンバーのルイです。すごくありがとうございます。すごく恥ずかしがり屋で、ちょっと自分から喋るのとか緊張しちゃうので、いっぱい話しかけてきてほしいです。絵文字がドーナツで、ドーナツが大好きです。1年間一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。トリプル G 新メンバー、ちいかわ大好きなシオンです。私はダンスの練習を頑張るため、そして体調管理のためにミロをたくさん飲んでいます。皆さんで一緒に FC 岐阜を全力で盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今年は6期この10人で1年間頑張りたいと思いますので、皆さん今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、こうやって個性があふれるロッキーメンバーなんですけど、これからメンバーからメンバーに質問があれば質問をしていきたいと思うんですけど、誰か質問があるメンバーはいますか？はい、どうぞ。私一番身長低いんですけど、しおんちゃんに質問があってしおんちゃんはさ、生まれた時から背が高いのか、そうなんかミロを頑張って飲んだから背が伸びた。もうちょっと無理やな、さやかちゃん伸ばすのは。そうなんか、どうしたら身長伸びるかなという。多分もともと小学6年生の時から160センチあったので、すごい。もともとでミロ飲んでもっと身長高くなりたいなと。もっといく、もっといく、もっといく、もっといきます。差がついちゃうね、本当に。差がつかないように、私もミロ飲みたい。はい、じゃあ、他誰かいますか？質問ある人。好きな食べ物とかでも全然いいですよ。あれ？みんなあれ？みんなね、みんな質問ない。はい、アリサちゃんに質問です。どうして赤色にしようと思ったんですか、髪の毛を。はい、ちょっとプライベートの話にはなってしまうんですけど、はい、ちょっとダンスで舞台に出る機会がありまして、金色だったじゃないですか、前まで。あ、そうだね。で、友達にお前は染めろとピンクにしろと無理やり夜中ドンキに連れて行かれ、かわされ、あ、自分なんや。自分で染めました。すごい。そうです。だから、なんでかって言われたら特に理由はないんですけど、金、はい、がちょっと金がダメやったってことね。そうですね、その友達的にはお前はピンクだと。そういうことね。そう、そんな感じで。だったら緑とかね。いや、そうなんですよ ね。じゃあ次、ネイルを緑にしようと思います。はい、楽しみにしてます。そんな感じで。ありがとうございます。じゃあ、はい、お、あ、いいですか。ルイちゃんに質問なんですけど、おすすめのドーナツを教えてほしいです。私はシンプルにミスタードーナツのポンデリ。王道だね、王道。いいね、いいね、いいね。じゃあ今度一緒にドーナツデートしてください。お願いします。やった。はい、はい、もうないかな。他に質問、もうないかな。お、はい、じゃあ若菜ちゃんに質問したいと思います。いや、怖くない怖くない、大丈夫。若菜ちゃん
すごくすごく私の面倒を見てくれるんですね。でこの新しくなった衣装のこのリボンがちょっとこうメンバーあるあるなんですけど、縛るのめちゃくちゃ難しいんですよ。難しくてもう毎回若菜ちゃんが私のところに行って、アリサちゃんこれ違うよって直してくれるんですよ。なんでそんなの私の面倒を見てくれるのかなっていう。アリサちゃんのことが好きだからね。いや本当に好きなんですよ。なんか面白くてめっちゃ面白いんですよ。だからめっちゃ好きです。だからすごい見てるから気づいちゃうんですよね。あ、リボン。じゃあこれからも直さずにこのままで行って直してください。はい、わかりました。このぐらいかな。ですかね。ですか。あとはじゃあ個人的に質問してください、はい、みんな。お願いします。気になる方は。はい、はい、ということですね。じゃあ次なんですけど、今日開幕戦に私たちのグッズを一緒に発売させていただくことをいただいてまして、今も持ってる方は、ね、たくさん見えてすごい嬉しいんですけど、はい、まず個人タオルですね。皆さんありがとうございます。いっぱい、はい、個人タオルが発売されたのと、あとガチャガチャでパズルと缶バッジがぜひあるので、皆さんいっぱいガチャガチャ回して、缶バッジのガチャガチャは出てるそうなので、皆さんぜひ回して出たよって報告をしてきてください。聞かなかったことにしてください。毎年あるこの下り、ね、確かに。ということで、はい、じゃあみんなタオル出たんですけど、どうですか。あ、どうぞ。このタオルめちゃめちゃ見えるんですよ、ね、めちゃ見えるよね。スタジアムでちょっとこの距離だと、まあ、近いので結構一人一人のお顔がしっかり見えるんですけど、スタジアムだとちょっと一人一人のお顔がちっちゃいので、このタオルで、ああ自分の足だってなるので、ぜひね、個人タオルを持っていただくと、みんなも自分の推しを見つけやすいかなと思うので、ぜひ買っていただきたいなと思います。はい、どうですか、新メンバーの3人はタオル。あ、どうぞ。初めてこういうグッズとかを作ってもらって、すごく可愛くて、本当に皆さんにもう手に取って見てほしいぐらいなので、皆さん、ぜひよかったら手に取って見てください。ね、掲げて、みんな。はい、ください。ください。はい、じゃあ、このタオルを使って皆さんで記念撮影をしたいと思います。はい。はい、それでは10秒カウントします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、それでは右側のお客様に向かってお写真撮りましょうか。はい、皆さんカメラの準備をお願いします。はい、それでは準備はいいですか。はい、ポーズ、カウントします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。続いて左側のお客様に向かってカウントしましょう。カメラの準備、皆さんよろしいですか。いきますよ。それでは、はい、ポーズ、カウントします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ありがとうございます。
のでぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。はい、2回目はパフォーマンスしますので、はい、ぜひお願いします。はい、1回目はここで終了です。ありがとうございました。いやー、6期メンバーもみんな個性的でとっても可愛いですね。はい、この後12時